渡辺良は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将。通称は、兵衛で、渡辺兵衛の名で知られる。実名は、義光とも伝わる。号は、眠安。永六五年、大御国浅井軍の土豪、渡辺右京の子として誕生。後に、同族の渡辺務の養子となったと言われる。はじめ浅井指揮家の厚地貞幸に仕え、貞幸の娘を妻とした。 妻との間に、守る、三十郎、恵み、女子の四人の子女がいる。槍の官兵衛と称される槍の名手であり、摂津国水田城攻めで一番手を挙げ、織田信長から直接賞賛されたほどで、厚地家の精鋭である保護衆の一人であった。後に辞して、天正十年頃より、橋場秀吉に仕え、二千国の縁をもって、秀吉の養子、秀勝月となった。 山崎の戦いや静岳の戦いでも活躍し、石田三成家臣の杉江官兵衛、田中義政家臣の辻官兵衛と並んで、三官兵衛と評されたものの、天正十三年に、秀勝が死去すると、それに伴い浪人した。次に、豊臣秀治の家老、中村和二に三全国で仕えた。天正十八年、秀吉による小田原征罰において、 中村勢の先方として働き、伊豆山中白攻めにおいては、秀次軍の先方が中村勢であり、その先頭を切って一番乗りを果たした。秀吉から捨てても一万国は取るべきと称賛されたが、数氏からの恩賞は元の治業の倍の六千国に過ぎず、これに不満を持って、再び浪人した。その後、増田長森に初め各将として招かれ、ついで四千国で仕えた。 慶長5年、関ヶ原の戦いで西軍に就いた長森の出陣中に巨城の氷山城を任された。戦後、すでに長森が所領を没収されて、高野山に敷居していたにもかかわらず、主君長森からの命で城を守っている。それ以外の命によって、会場はできないと、城接収役の東堂高虎、本田正澄らに、あくまで抵抗した。その後、 徳川家康らによって、長森に書状を書かせるまで城を守り通し、無事に会場も済ませた。その忠義と力量に、主官の誘いが相次いだが、東京の東道高虎に二万国の破格の待遇で、仕えた。新たに、高虎の居城となった、伊予国の今治城の不審奉行を務めるなど、やり働き以外の才能を見せ、その後東道氏が伊勢国に違法となると、 上,の上場台にまでなった大阪の陣では、東道勢の先鋒を務めるが、冬の陣にて戦い方をめぐり主君、高虎と衝突。谷町口の攻防戦において、長我壁森近の部隊に蹴散らされて、落馬して負傷するなど大敗してしまう。夏の陣の八尾の戦いにおいては名誉挽回とばかりに、長我壁森近、増田森次の部隊に襲いかかり、 304人を打ち取る活躍をした。しかし、この活躍も独断先行、はだしく、7回にも及ぶ撤退命令を無視して、追撃していたもので、戦いには勝ったものの損害もまた大きく、高虎や他の重臣たちから疎まれる原因となった。そのため戦後出奔して、再び老人となった。再び士官の道を探す者の,の、東道士から方向構えの触れが出ており、 江戸幕府などからも誘われるものの、叶うことはなかった。現内四年に、同意都市活を通じて、高虎に方向が前を解除するように願い出たが、高虎は、方向をしたければ、合図のガモ受けかさぬきの生駒家に使えよと命じ、これを彼は承知しなかった。寛永5年には天界を仲裁役にして方向が前の解除を願ったが、東道家から出された一方的な和解の条件に、承知せず、 逆に高虎への不平不満を申し立てたため、交渉は決裂した。高虎の死後も、この東道工事が引き続き方向構えの方針を維持したため仕官は叶わず、その際を惜しんだ、細川忠興や徳川義直らの舎縁を、細々と受けながら、眠安と称した。寛永十七年、刑にて死去。長男の守るは、高虎の妹を妻としており、二人の間に生まれた。 守る種は、東道生に改正し、東道家家臣として家計は続いた。ありがとうございます。